キングストン駅はかつてジャマイカの首都キングストン市にあった駅である。当駅はレンガを使用したジャマイカのジョージ王朝を建築様式で建造されている。当駅はジャマイカの鉄道の主要ターミナル駅としてその重要性を象徴するために壮大な規模で建設されていた。当駅には東側入り口の橋の領海に突出したアーケードがある。 軌道脇に架か,かる屋根はビクトリア町の中鉄ブラケットで支えられている。当駅には地上及び上層階にッシ窓がある。1845年に当駅が開業し、1992年に廃止された。当駅ではモンテゴベイポートアントニオエワートン及びフランクフィールド駅の鉄道サービスを扱っていた。駅及び単一プラットフォームに加えて、 広大な側線、機関車庫、機関車修繕場、線形庫、転車台、トラバー,アーサー及び隣接する鉄道不頭への連絡線があった。ある情報源では、1907年のキングストン地震で当駅が完全に破壊されたと断言している。何はともあれ、2003年に当駅が非常に良好な状態であり、小規模な修理のみが必要であると報じられていた。当駅は、 ジャマイカの指定国立遺産一覧に載っている。車止めの近くから軌道に沿ったキングストン駅を見渡す。ありがとうございます。